私は悔しかった。私さえ人間なら。それから13年間、私は一心不乱に魔術に取り組んだ。やった、ついに体型変化の魔法を習得しましたわ。お母様、リーナはやりました。そうよ、こういう暗い影を背負った超美少女の私にこそ操作はふさわしいのよ。ミンク、必ずこの手で。何、ミンクとな。お父様、ご存知で。リーナ、ミンクからは手を引け。奴はこのわしが倒す。そうはいきませんわ。ミンクは私のソーサーの唇を奪った憎き相手。これは私の問題です。わがまま言うな。お前は友達とモノポリーでもしておれ。こんな小さな火の玉で腰を抜かすなんて、それでも王様かしら。おばかさん、からかいおって。おや、時にビーナ、お尻に穴が開いとるぞ。ベタンコプレッション。わしをコケにしたお礼だよ、おばっかさん。何がおばっかさんですか。そのセリフは私が言うからチャーミングなんですのよ。やめてくれ。息ができん。ヒドポーションのある場所さえ教えてくれれば一人で行けるのに。いいからいいから、私が道案内してあげるから。それに足手まといにはならないわよ。ほら、こういうものを持ってきたんだから。あ、それってルファンチの家宝の雷鳴の杖じゃない。黙って持ってきちゃった。あそこの木を見てって。いい感じよ、我が導きに従え。バカ、ティアまでどうしてついてきたのよ。遠足じゃないのよ。大丈夫、ティアちゃんと足手まといになるから。意味わかってんのかしらね。ほらほら帰って、あんたの面倒見てる暇はないの。ほらマッキー、連れて。マッキーを怒らせないでよ。ティアにはマッキーがついてるから大丈夫さ。ねえマッキー。嫌なネズミ。腹が減った。思えば2週間前から何も食してなかったわい。ははははは。これはダマラム一生の不覚。まあ積分の無敵天使ダマラムも空腹には勝てぬというところか。ノーラッシー。ノーラッシー。ねえ、前から気になってたんだけど、なんでミンクにおへそがあるの？卵から生まれたのに変よ。うん、あははは、私って突然変異みたいなもんだから。さあ、早くネズミを渡さんか。このダマラムの洗練された胃袋がそれを精緻に欲している。やだー！いいな！私は正規軍の誇りにかけて断じて食う。やめなさいよ、いい年こいて。嫌がってるでしょ。貴様、なんと罪なことを。今の一撃でこのダマラムの洗練された脳細胞が10万個は死んだぞ。はははは、その顔は、ついに見つけたドラゴン目。頭、当たりどころ悪かったのかしら。ミンクがドラゴンに見えてるみたい。名もミンク、間違いない。ここでやったが、この野郎一投で終わりだ。ドラゴン行くぞ。私はドラゴンじゃなくてドラゴンハーフよ。敵を甘く見て手加減してしまったかな。わーはーはー、これはダマラム一生の不覚などと油断させておいて死ね、ドラゴン。だからハーフだってば。このような弁舌でこのダマラムをごまかそうとは、超人の。
なまらも一生の不覚。もういい加減諦めたら。何のこれしきロス。よーし、でかしたぞロス。あと一歩というところで二階級特進三色ハーレム付きを逃すとは、ダマラム一生の不覚。ギロドキ。王様。おお、ディック・ソーサーではないか。この芝にドラゴンが現れたとか、それが誠なら、ぜひこの私に剣を取らせてください。あ、本当じゃ。凶暴なレッドドラゴンが現れたのじゃ。レッドドラゴン。どうした？臆したか。いえ、そうですか。レッドドラゴン、身震いします。奴の強さは桁外れだが、君ならやってくれるだろう。ということは、お任せ願えるのですね。このソーサー目に。ソーサー。まあ、しかし一つ問題があってな。奴め普段は姿を変えておるのじゃ。こんな娘に。この子、以前どこかで会ったような。ドキ。わーい、ソーサーだよ。ほえほえ。などと色仕掛けでクリアもしれんが、騙されるな。奴は凶暴なドラゴンじゃ。よいな。はあ。では、失礼いたします。ん？しっかりな。ミンクめ、愛する男の手にかかってあの世に行くがよい。どうしたの、ミンク？ニヤニヤしちゃって。何かいいことありそう。え、なんでなんで？そんな気がしただけ。ミンクは勘が悪かった。